ちゃった。ねえ、スキップやってみて。みなさまこんにちは、みおです。眩しい、すごい眩しい今日はですね、両親と一緒に川口湖の方に行くんですけれども、その途中の朝霧高原の富士山が見えるスポットに来ました。なんですが、ちょっと曇ってるので見えるのかな。でん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 、見えますか。ここ、これ、これか、これだよね。ここにいるのが富士山です。で、今日は気温が6度7度ぐらいで、すごくあったかいです。それ体感じすごくあったかいです。日本こんな感じで、今から向かいたいと思います。はい、それではスタート時差では行ってきます。The sky I have ever seen, the most colorful one I could dream. You wake me up with a new white smile, and I know I'm truly alive. I wanna save every moment now. Say my love, we got this one right.ここに来ました。またすかだよ。キャンプ場。ここはキャンプ場。魚いない？魚。魚は見えない。あ、見えてる見えてる。このポコッとしたお山が、綺麗だね。川口湖に来ましたよ。川口湖に。あれ？はい、川口湖に着きました。はい、着きました。到着しました。到着しました。マイホーム。マイホームの庭でしょ。ほうとうをね、食べに来たんだけど、待ち時間がすごいので、その待ち時間の間にちょっと湖を見に来ました。ほうとうを待ちたいと思います。人生初のほうとう。山梨といえばほうとう、ね、かぼちゃが入ったほうとう。吉田のうどん、吉田のうどん、うどん
で本日はほうとうです。吉田うどんね。はい、じゃあ行ってきまーす。道の駅なるさに到着しました。ちょっと中に行きます。本日ですね、もうねお腹もいっぱいでね、今からお家に向かいます。はい、でお家に帰ったら今買ったお物を紹介していこうかなと思いまーす。はい、ただいま帰ってきました。ですね、予想外にちょっと冷えましたね、山の方だったので。で3連休中日だったので結構人もいたし、あと観光客の方がすごく多かったです。韓国中国は旧正月真っただ中なので観光客の方すごく多くいらっしゃいました。で道の駅ですね、買ってきたものがあるのでご紹介しようかなと思います。お土産も込みで買ってきたんですけど、まず1個目は信玄餅。これが500年記念、なんか記念だったね、うん、なんかの記念のモデルでブラックラベル。定番の柄じゃない、ブラックレベル、ブラックレベルになっておりました。これは今夜のおやつにいただきます。でもう一つはこちら、街道家の野沢菜の、なんだこれ、お漬物かな、そう、すごく有名なボンガだっけ、なんだかのおにぎり屋でも使ってるやつなのかな、すごく美味しそうだったのでこちらも購入してみました。楽しみで、次がですね、お土産用に購入したんですけれども、お茶漬けの素ですね。こちら富士山スタイルお茶漬けもなかセットでございます。すごい富士山の形をしたもなかの中にお茶漬けの素が入っているみたいなので、ご飯の上にそれを乗っけてお湯とかお茶をかけるとふわっと中が出てくるようです。これすごくねお土産にもいいかな、喜ばれるかなと思ったので2つ購入してきました。で次がですね、こちら
心のポン酢。これは山梨のポン酢ですね。醤油、米酢、柚子果汁が入っているポン酢のようです。すごくこだわりが詰まっているポン酢のようなので、こちらはちょっとカナダに持っていこうかなと思ってます。お鍋とかにつけても美味しそうだし、湯豆腐とかにもいいかなと思います。で、次がですね、じゃじゃん、もろこしカレー。これはですね、父親の本日の夕げでございます。いろんなカレーがあったんですけれども、こちらをチョイスしておりました。カレーはね、すごい甘口派なので、すごく甘いのかな、カレーで。カレー、もろこしカレー、どうなんだろう。完全に甘そうだね。うん、こちらも製造元は山梨県となっておりますので、後ほど食べてるところをですね、食レポしてもらおうかなと思います。はい。で、ラストですね、こちら富士山キットカットストロベリーチーズケーキ味でございます。こちらもですね、お土産にすごくいいかなと思って購入してみました。日本限定の、フレーバーだし、このパッケージが何よりすごく可愛いので喜ばれるかなと思ってチョイスしました。味はですね、もう絶対美味しい味ですよね、ストロベリーチーズケーキ。こちらですね、買ってみました。こちらもカナダに持っていきます。はい、でこんな感じでですね、買ったものは以上なんですけれども、カナダに持ってくもの、今から食べるものがあるので、ちょっと感想も皆様にお届けできればなと思います。酸味がある。本当、うん、中辛になってたけど甘い？甘くも辛くもちょうどいい。ちょうどいい。いただきます。どうですか？懐かしい味する。懐かしい味がする、うん、お子様カレーみたいな。あ、確かにするよね。コーンが入ってるからまたね、うん。信玄餅開けます。ブラックレール、ブラックレール、あるじゃん、信玄餅を楽しんだらなかった。あれ、これレクチャーしちゃいます。袋広げてください。で、このビニールの出す、ビニールの上に出したら、ここで黒蜜をかけて、バクバクバクかけて、きな粉と黒蜜をなじませる。へえ。ただかけるだけだと弾いちゃうから。なるほどね。いい感じに馴染んでるでしょ。すごーい。